はい、皆さんこんにちは。ミッドラボ講師のコウスケです。今回はですね、新学年に向けてのおすすめ準備3つというテーマでお話ししていきたいと思います。まあ皆さんがこの動画を見ているのがいつの時期かはちょっと分かんないんですけど、まあ新しい学年がそろそろ始まるよとか、あもうね今始まったばっかだなっていう人もいると思います。まあそんな中で新学年に向けてどんな準備をすればいいかなっていうことをお話ししていきたいと思います。まあ、まずですね、春休みがこれからあるよっていう人に関しては、まず一番ちゃんとやってほしいのは春休みの宿題をちゃんとやることです。これめちゃめちゃ大事なんですよ。まあ夏休みの宿題とかもちゃんとやんなきゃないんですけど、まあぶっちゃけ夏休みとか冬休みの宿題やんなくても春休みの宿題だけちゃんとやればぶっちゃけ大丈夫です。なんでかっていうと、春休みって1年間習ったことを総復習するための時間にしてほしいんですね。なので今まで1年間学んできたこと、これらを全て復習する、これがちゃんとできてれば次の学年に行っても大丈夫なんですよ。まあ、なのでその夏休みとか冬休みとかっていうのを別にやらなくても、春休みの宿題がもうちゃんと完璧にできてれば1年間やったことをちゃんと頭に入ってますっていうことになるので、春休みの宿題だけはちゃんとしっかりやるようにしましょう。でやっぱ新学年になると勉強内容やっぱり難しくなってきます。なので春休みのうちに今までやったことはもう全部完璧にしちゃって、でそこで新学年ね、難しい勉強が来ても大丈夫なようにしっかり備えておくことが大事になってきます。なので一番大事なのは春休みの宿題をちゃんとやることですね。で2つ目はですね、体調管理になります。春っていうのはですね、体調を崩しやすい季節っていうふうに言われてるんですね。なんでかっていうと、春って寒暖差ですね。寒い日と暖かい日っていうのがすごく極端で、暖かい日はすごく暖かいのに寒い日はすごく寒いっていう季節なんですね。そういう季節ってすごく体調を崩しやすいっていうふうに言われてます。さらにですね、皆さんの中にもいらっしゃると思うんですけど、花粉症とかで、まあ、花粉が春は飛ぶ季節じゃないですか。花粉症とかでやっぱりくしゃみとか咳とかがめっちゃ出るって感じで体調を崩しちゃうっていう人が多いと思います。なのでまあそんなね、体調を崩しやすい春だからこそしっかりですね、体調管理っていうのはやんなきゃダメですね。でまあ一番ね大事なのはやっぱり睡眠をしっかりとることだと思います。まあ、やっぱり睡眠をとって、まあ、ご飯もいっぱい食べてっていうふうにやってれば体調って、ね、いい感じになってくるので、まずは睡眠をしっかりとるということを大事にしてください。で、まあ、しっかりとるのはいいんですけど、正しい時間にとるっていうのも大事で、例えば昼の12時間寝て夜の9時まで寝てたとしたら、それ確かに9時間ぐらい寝てるんですけど、でもそれはちょっとダメですね。ちゃんと寝るのは夜で起きるのは朝っていうふうに、まあ、生活リズムもしっかり整えるってことは大事になってきます。まあ今春休みとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方とかはですね、まあ、長期休みなので、まあきっと生活リズムとか崩れちゃってると思います。なので、まあ、そういう方はですね、まあ、まだ春休み中で新学年までに直せるっていうことでしたら、まあ、学年が始まる前にしっかり生活リズムを整えて、で勉強に集中できるようにしましょう。このね、体調管理のことについてですね、こんなにね、たくさん言わなくてもいいんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、この新学年の一番最初の時期、この4月とか5月ですね、この時期に体調を崩すのと、何ですかね、じゃあ10月とか11月にしますか、ここら辺で体調を崩すのとでは全然勉強っていう面では大事さが違ってくるんですよ。4月5月の方で体調を崩す方が圧倒的にその後勉強についていけなくなる可能性高くなります。なんでかっていうと、まず勉強っていうのは最初ちゃんとできてれば後から習ったこともすんなりスムーズに勉強できるんですね。なんですけど、その最初の方でそのちゃんと勉強してないで後から
ね、発展的なことを勉強しようとしてもなかなかそれって難しいんですよ。やっぱり何言ってんだろうっていうふうになっちゃうので、この4月とか5月、この始まりの時期ですね、ここっていうのは一番大事な土台を作る季節になってきます。なのでこの時期にちゃんとしっかり勉強に集中することが後々ですね、夏とか秋とかになった時に勉強がちゃんとついていけるっていうことになってくるので、まずこの4月とか5月に絶対体調を崩さないでちゃんと勉強に集中できるようにしましょう。で、最後、これはですね、中学生とか、新しく高校1年生になりますとかっていう人に特に言いたいんですけど、学校の準備ですね。すごく基本的なことなんですけど、筆記用具とかちゃんと足りてますかとか、教科書とかちゃんともう事前に買ってますかとか、こういうのがですね、ちゃんと揃えてるのが大事になってきます。特に新しく高校1年生になりますとかっていう人は、いろいろ多分、揃えなきゃいけないものがあったりすると思います。で、そういうのが揃ってないとですね、もちろん授業とかでそれがないっていうと困っちゃうので、事前にしっかり準備しておきましょう。その学校がね、始まってからでも別に遅くないんですけど、春休み中皆さん時間あると思うので、そういうね、休みの時を生かしてもう事前にしっかり準備しておく。で、学校が始まったらそういうこと、この筆記用具とかにですね、困ったり しないで、もう勉強が始まったらもうすぐ勉強を始めるということが大事になってきます。なので、学校の準備ですね、これはしっかりしておくようにしましょう。はい、というわけで今回はですね、新しい学年が始まるときにしてほしい準備3つということでお話をしました。この3つすべて大事になってくるので、しっかりするようにしてください。ではこれで今回の授業を終わりにします。ありがとうございました。